で、まあ、このチャンネルなんですけど、これ府中ですね。で、ここですよね、今、チャンネルが。府中だとですね、こんな感じ、今こうですよね。ここのチャンネルですね、ここ。エキサゴン。で、今、ここになりますよね。ここが多摩グレーブラッドですね。で、ここにこう、府中国分寺小金井ポリスでクロスしてここにあるんですけど、問題はですね、これは2000年当時の、出版された、あれなんですけど、ここニューギニアですよね。わかりますか？野川って人の手で作った、ここの川なんですけれども、ここが国分寺駅で、ここが小金井ポリス、府中ポリス、でクロスしてますよね。で、ここがあれなんですけど、ニューギニアの形をして、ここがですね、野川がずっと世田谷まで通ってるんですね。わかります？このカーブとか。そうなんです。わかりますよね？ここにもあるいっぱいヘルメット重なっていてですね、ニューギニアをここに、そのチャンネルの頭にですね、ここの長方形のですね、クロスするようにできてます。それで、このニューギニアのここ頭が、東京経済大学です。で、ここ小金井ポリスで、ここが国分寺ステーションで、ここ府中ステーションでここクロスしてます。で、ちょうどこの東芝多摩グレーブヤードのところを、ニューギニア置いてるんですよね。東京経済大学が、頭です。こうですね。で、ずっと中央線ですね、ここを来て、中央大学っていうのが、東京駅から始まってですね、中央線っていうのをこう来て、新宿で、ずっとまっすぐ、微妙に斜めになってるんですけども。で、学生時代中野にいて、学校に通う時はですね、中央線で行って、吉祥寺三鷹を越えてですね、でちょうどここに出た後に、発車して国分寺の間に、東京経済大学の看板があるんですけども、それを見て、それをですね、この線路側にあるんですけど、このちょっと手前にですね、それを見るたびちょっと憂鬱になって、なんかこっちの方は標高が高くて田舎だから、東京よりもですね、だからそう、陰鬱な気分になるのかなと思ってたんですけど、大体女性だったら分かるかもしれないんですけど、第六感っていうか、シックスセンスですよね。それで大体ここは、東京経済大学になりますね。だからこれ相当根付いていて、これはその2000年当時発行された普通の、あれなんですけど、これは一応府中市国立市でですね、でここ多摩グレーブヤードで、ここでっていう、ちょっとシンプルで見やすいので、上げたまでなんですけども、それがですね、今の地図カラフルになっていて、そうですよ。で、ここがエチオピアの形をしたですね、三鷹シティで、ここがその、まあ、あのビッグがあってですね、ここになりますね、今話してるのが。ここですね、エチオピアのヘルメットで、三鷹シティ、三鷹ステーション、吉祥寺ステーション、ティオツのウィークで、こうなってます。今、ここの話をしてるんですけども、それで、これ、頭です、蛍光のですね。で、ここ、喉仏、ジョーズ、マウス、フォアヘッドで、ここが、ベイビーの、天然のですね、いやで、ここネックですよね、ショルダーで。で、エチオピアの三鷹シティ。多摩グレーブヤードがあって、ここにもう一個小さい、ここのスモールヘルメットがですね、ここ東芝。で、この小さいヘルメットのところにも、小さいその、あれがあって、ここもニューギニアだということですね。ここが頭で、野川。人工の手で作った野川、ここにニューギニアがあるんですね。
で、ここにもね、ありますよね。以前お話ししたんですけど、ここにもこうやってあるんですよね。ニューギニアが1つ。でも1つ、朝鮮人に2つってあるんで、まあ、経済がですね、日本人が経済、日系人ばかりで日本人がほとんどいないっていうことを、この地図で言ってるんじゃないですかね。ここ、東芝ですね、府中製所。で、そうなんです。こちらの方が見やすいかなと思って、こうしてますけども、まあ、ここにこう頭があってですね、ここにニューギニアがあって、ここにもあるって、野川で作ってあるってことですね。野川って世田谷まで流れてますから。そうなんですね。それで、まあ、ここが吉祥寺です。武蔵境、三鷹ステーションで、こう京王ラインですね。で、ここから乗ると、この区席のところですね、道がもうラーメンみたいに作ってあるんですよ。で、まあ、ここから乗って、三鷹行ってくださいって言うと、もう酔っちゃうんですよね、タクシーで。ぐるんぐるん回るんですよ、いろは坂みたいに。そうなんです。それでですね、そうなんです。だから、ここだけで1個2個あって、ここにもありますね、吉祥寺なんで。ここなんですけども、それはこの間いたですね、これですね、ここですね、ここ、ズームで ここですね、ズーム、吉祥寺がこれです。それで、そうなんです、ここにチャンネルがありますよね、ジブリミュージアム。ちょうどこれ、アフリカで言うとですね、これがエチオピアだとしたら、ジブリミュージアムっていうのがこの辺にありますから、この辺ですよね、アイブローのところにジブリ美術館、これエチオピアだとしたらジブチがあるんですよね、アフリカに。だから、ジブリミュージアムっていうのが、ここ、アニメーションのですね、ここですね。で、これ、まあ、何か知らないけど、江戸川もそうなんですけども、2段になってるんですよね、チャンネルがあって、スコットランドの、ここにもチャンネルがあって、まあ、ここはテレビメディアの方のですね、エリアなんですけども、それで、そうです、こういう感じですよ、2段になってるので、ちょっと見にくいですね、こんな感じで。もう一個ここにあるの、まあ、以前お話ししたんです、ここにももう一個で、微妙にずれてあるんですよね。そうなんです。だから、これがですね、そうですね、中央線、もっとちょっとこっち、八王子あるんですけど、今回ちょっとあれでですね、立川の方とか、福生もそうですよね、ずっとあって、この方が見えやすいかなと思ってやってるんですけど、で、ここの願望がですね、このヘッドのですね、エチオピアンヘッドのですね、吉祥寺ステーションで、デザイアとか、願望ですよね、この野球選手の願望っていうのがですね、ここがですね、野球選手とは限らないんですけれども、一応そういう、あれでですね、で、ここが、荻窪ステーション、阿佐ヶ谷ステーション、高円寺ステーション、中野ステーションですけど、中野っていうのはミュージシャンが多くてですね、高円寺と中野っていうのはミュージシャンのエリアで、阿佐ヶ谷があって、荻窪とか西荻窪、吉祥寺っていうのはですね、この辺りはテレビパーソンのですね、制作会社の方とか、ですね、だからこの辺は本当に日系人エリアなんですよね、日系人、イエローですね、イエローエリアなんですけれども、だから願望のところにイエローが悪くない、黒人から黄色くなりたいっていう、少しでもちょっと白くなりたいってことを、この地図を作った人はですね、やってるのかなって、もう100年以上前でしょうね。それでですね、ものすごく細かくできていて、微妙にその中央線もですね、斜め下にできていたりですね。そうなんですよね。だから、ですね、そうなんです。それだけでも、ここだけでもいっぱいあるんですけど、大きいのがですね、もうこ、あの、コミュニティになっちゃってて、1つ2つってあってですね、なんでそれを作るんだろうって、いまだに作ってるんですよね、
だからそれを聞けるもんなら聞きたいですね。どうして作ってる人はどう思って作ってるのかなっていう。設計士さんですよね、建築の、そうなんですよ。でここがですね、そのアフリカンジャパニーズの、ここがアフリカンジャパニーズ、インディーズジャパニーズ、テレビパーソンのエリア、中野間ですね。ミュージシャンとか俳優、ミュージシャン、アクター、アクトレスとかのですね、モデル、ファッションモデルとかのですね。でちょうどここがそのメイジスラインで、そのブルーアイドの目になって、ここが服飾ラインって、その、サブウェイですね。服飾ラインってテキスタイルラインなんですけども、13号のが2008年にできて、ここ大江戸ラインっていうのも2008年にできているので、国立競技場どうですね。これはなんかどうして作ったのかな、このまま動いてしまっているっていう。多分ですね、電気とそのダイソンってありますよね、アメリカのメーカーのダイソンってあるんですけども、それをその電気ですよね、電気っていうのはその男性の幽霊だよっていうのを言ってるんだと思うんですけども、なんでその、そうですね、だからその第一次大戦が始まる前にですね、何があったのかなっていう、で差別って言われちゃうと何も言えなくなっちゃうんですけど、やっぱりそのあれですよね、筋肉がないとここまでその思いも持てないんですし、そうなんですよ、もうちょっとですね、ここのですね、コガネイの、ミニニューギニアのところですね、ここがやっぱりそのメインなんですよね。インドネシアがですね、飲食して